はい、こんにちは、ナースケです。今回は最近やっぱりストレス社会とかって言われて、まあストレスが溜まりやすい人が多いわけですよ。で、まあ、今回はストレスを解消したいと思いまして、やっぱりストレスを抱えている人たちっていうのはどうにかストレスを解消したいなといつも思ってるわけですよ。ということで今回はストレスを解消したい、じゃあどうやってストレスを解消するのかって言ったら、まあいろんなストレス解消法があるとは思うんですけれども、僕は耳でストレスを解消したいなと思いまして、なんか今すごい僕が初めてこういうのをやるみたいな雰囲気で言ってますけど、はい、すでに出し尽くされております。 ASMR はい、ということで今回は、まあ、僕もちょっと動画をたくさん上げるようになったので、まあ、ASMR をやりたいわけですよ。もうなんか ASMR の、 あの機材を買っちゃおうかなって思うぐらいちょっと ASMR にハマっておりまして僕が、はい、ハマっているので、まあ、ちょっと ASMR をやっていきたいなと思います。で、何で ASMR をやるのかって言った時に、やっぱり食べる音っていうのが僕はすごくなんか心地よく感じるんですよ。はい。で、食べる音で何が気持ちいい音なのかって言ったら、やっぱり飴ですよ、飴。なんか食材を飴にしちゃおうっていうやつ、めっちゃやってる人いるじゃないですか。はい、あれですよ。なんかつまんないとか思わないでくださいね。はい。で、何が他の人と違うのかって言ったら、やっぱり飴って脂質がほとんどないわけですよ、食材によっては。つまり筋肉にいいという目線で僕は飴を作ります。違うのはそこだけです違うのはそこだけなんですけど、まあ飴を作っていきたいと思います。で、何で飴を作るかって言ったら、やっぱり脂質が少ないものがいいなと思いまして、まあ今回はマシュマロとまんじゅうで飴を作りたいと思います。なかなかマシュマロとまんじゅうって飴って作っている人見なくないですか？実はさっきちょっと見つけちゃって、やっべいるやんと思ったんですけど、いないってことにしましょう。で、マシュマロはまあパリパリパリふわ、これはもう想像できますよ。はい。問題はまんじゅう、パリパリパリしっとり、これ半端ないと思うんで、まあちょっとパリパリしっとり、この感覚をぜひともこの動画で伝えていきたいなと思います。はい、それでは早速飴の準備をしていきましょう。いきます。はい、まずは飴になるものを作っていかないといけないんですけど、まあ、なんかさっきちょっと見たらお水と砂糖で作れるみたいですね。はい、お水と砂糖で。なんで、まあ、まずとりあえず砂糖を入れておきます。これ塩じゃないの？砂糖、砂糖、まあ、僕一砂糖があるっていうのは結構珍しいですね。調味料があるっていう、なんか罪悪感が。こぼした、アリが来ちゃうよ、アリが。でっかいアリが。お、いい感じにちょっと白く透明になってきましたね、透明に。はい、で、ちょっと本当はこのマシュマロたちを竹串に刺したかったんですけど、竹串がなかったんで、ちょっと箸に刺していきます、こうやって。あ、刺さる刺さる。あ、これでいいじゃん。これいい、これいい。あ、いい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 。よし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 。あ、もう素晴らしい、素晴らしい対応力。はい、完成。どうですかこれ。ぽい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 。そしてまんじゅうさんたちもいるわけですよ。まんじゅうさんたち、まんじゅうもちょっとあんこが出ちゃうけど、そこはちょっとご了承ください。よし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 。できましたと。もうこんな感じでちょっと、もうフォーフォーパラダイスですよ。もうこんなんなって、こんなんなって、もう危ない危ない危ない。よし、それでなんか砂糖も蒸発してきたんで、ちょっとこっちも様子見ていきましょう。はい、こんな感じですね。今ちょっとかき混ぜるやつがないんで、どうしようかなって思って。あ、これマジ皮膚にかかったら本当にやばいよね。ちょっとこういうところで不器用出ちゃうんだよな。これいつまでやるんだろう。でまだだな、さすがに。多分ちょっと茶色くなるんですよ、予想。茶色くなるまで煮込む。はい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 。ちょっと目を離した隙に勢い弱くなって、なんかすごいネチョネチョになってきて、多分これも完成かなって思うんで、ちょっと火を止めて、はい、ちょっと飴をつけていきたいと思います。多分これスピード勝負ですよね。
いきますよ。はい。ああ、やべやべ。最初あもうほらマシュマロついちゃったよ。マシュマロがついちゃった。やばい、もうマシュマロみたいになってる。もはやこれ何作ってんの俺今。これ何作ってんのマジで今。ちょっとこれかけて、あこれでかければいいな。よし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 。え燃えてる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 。焦げた。もうどうしようもないね。はい、ということでできました。ちょっと冷やしたんですけどめっちゃ冷たい。ほら見て、なんかこの冷気が出てるの分かるかな。分かんないんで、しかも雨だから。もういい音するんだけど、うん、張り付いてんのよ。さらに張り付いてんのよ。どうしよう本当に。よし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 、できたできたできた。無事救出しました。はい、じゃあこれちょっと食べていきますよ。まずはまんじゅう飴煮だ。うん、おいしい。待ってこれおいしい。これかな、この音。うわ、体に悪そうな味してるわ。うん、やっぱりパリッとして中はまんじゅうなんでしっとりして美味しいですね。ビヨーン。うん、おいしい。うん、この体に悪い。これは量はこれぐらいがいいですね。なんか飽きてきた発言。さあラストいただきます。あんこがもう完食。はい、ということでもう歯にこれ砂糖がすごい虫歯になります。これでも意外と美味しかったです。意外と失敗したかなと思ったんですけど、まあ作っちゃいましたね、うまく。調子に乗ってますということで、また、まあ、なんかいろんな飴できたら楽しいですね。もっとなんかパリパリにして ASMR を極めていきます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。